競馬ファンが心躍らせる宝塚記念が18年ぶりに京都で開催。発走があさってに迫った今回、レースを予想してくれるのは、お願いします。高校野球の強豪済美高校の出身でアスリート芸人ティモンディ。ファン投票で出走馬が決まるグランプリレース宝塚記念に2人も大興奮。オールスター戦じゃないですか。オールスターゲーム、これはでも馬ファン、馬ファンって言うんですか、バッファン、バッファンにとっては胸熱のレースじゃないですか。まさに競馬界のオールスター戦。そこで宝塚記念を見たことがないという2人に過去の名勝負を見てもらいました。まずは去年から。ここから行く、ほぼ今一番後ろですよ。お、来たぞ、上がってきた。まあまあじわじわね、だいぶ外からだ。これ大丈夫か、スタミナ。うわ、大外、ここだ、直線、横並び、おーおーおーおお、上がってる、上がる、早い早い、来てる来てる来てる、わわわわわわわ、おお、トップトップトップ、まだ伸びる、まだ伸びる、完全に来てるわ、抜けてる抜けてる、うわー、すごい、デッドヒート、チャップマン、馬界のチャップマン、誰が世界一にするのか分かんない。次は1998年、逃げ切るか、すごい来てるよ後ろ、うわー、来てる来てる来てる、おー、ここが来てる、おー、逃げてきた、ナイスだ。熱くなるレースでしたね。いや、何かが起こるでしょうね。そんな宝塚記念、今回の枠順がこちら。 G1 馬4頭に加え、重賞馬7頭と豪華な顔ぶれとなりました。その中で高岸さんが注目したのは、じゃあ最強じゃないですか。もう来るじゃないですか。ドウデュースに武井豊さん、昨年の有馬記念を制覇しているドウデュース、レジェンド武井豊騎手とのタッグでグランプリレース連覇を狙います。最強の食べ合わせじゃない、食べ合わせ、ね、組み合わせ、最強のバッテリーじゃないですか。中村さん、大谷さんのバッテリー、まさにそのまんまじゃないですかね。一方、前田さんはジャスティン・パレス、去年は3着なんですね、宝塚。前回の宝塚記念、惜しくも敗れたジャスティン・パレス、組めば勝率 100%、 ルメール騎手との最強タッグでリベンジを誓います。実力は折り紙好きな、頑張ってほしいですね。前回の雪辱を果たしに来たってことですね。いいレースだな、今年の宝塚、しびれますね。アスリート芸人の差がなのか、その後もどんどん応援したい馬が出てくる2人。かっこいいですね。それは好きになりますね。ドラマありますね。これみんな熱狂するわけだ。まあ、いろいろ馬見てきました、ね、うん。どの馬が良かったですか。よし、じゃあ決まりました。全員です。全頭がいいですか。全員1位だ。鼻先までピタッと。全員1位になる可能性。